合計金額がこちらに。嘘でしょ。今日は苦渋の決断ではありますが、キャンプギアを売りに行きますお世話になったキャンプギアたちにはちょっと申し訳ないけどね、家を建てるっていう話が出てて、断捨離というか家のものの整理みたいなのをコツコツ始めてるんだよね、いつの間にか椅子がすごい増えてたりとか、使わなくなってしまったギアとか、なんかスペースあるから別に置いといてもいいと思って置いてたけど、物が多ければ多い分ストレージ借りなきゃいけないんだよね、家建ててる間物置みたいなとこさ、なるべくやっぱり減らさないとっていうので名残惜しいですが、今日ちょっと買取に行ってきます。はい、買取査定査定買取でいいんじゃない、てか毎年大掃除してなかったね、車庫の中。去年しなかったね。ちょっとひどいことになってる。もう見せれない、人にはまずこのすごい椅子はさ、これ結構有力っていうか期待できるよね。ああ、もう売り値の話してんの？私まだこれ名残惜しくて今寂しいのかと思ったらあんたもういくらで売れるか切り替えてんの？あんた、確かに私これ県に誕生日プレゼントでもらったやつなのに、本当にいいのかなって今葛藤してたんだよ。いっぱい使ったな、いろんな景色見せてもらったな。でも監督チェアもあるし、なんか椅子がもう8脚ぐらいあるから、なんか似たような椅子だよね今使ってるやつと。そう、監督チェアはまた別の用途でも使えるから、2脚減らしてなったらまあこれかなっていう、でまあちょっと後でこまごま説明するんだけど、今回一番有力なかつ名残惜しい家族がこちらです、ペレペレついにこの時が来てしまったか。悲しいですが売りますっていうか売れるペレ戻ってくる可能性あるぞこれ。自信満々に出そう、こちらペレですって自信満々に出して知ってますペレって出して、まあ、どういう結果になるかっていう。そうだね、しれっと、まあ、もし売れなかったらまた出戻りしてきますペレは。こんな感じ、もう説明しちゃう。そうね、ペレの横にジョンもいるし。ジョンもね、ちょっとルッピネが来てからめっきり出番が減って、っていうかルッピネの前から結構出番少なかったかもしれない。ちょっとね、重かった二人暮らしには、家族ならやっぱいいかもしれない。そうだね、あとはこの昔使ってたテーブルとか、武田コーポレーションだったっけ俺名前覚えてた武田コーポレーションのテーブル、売れるのかな。売れないでしょあんまりねなかったんだよね、必要じゃないなって思うもの。どう考えても売れないやつが多すぎて、だから捨てることが多くて、その中でもギリ売れるかなってものがこの人たち。そうだね、あとそれどうなんだ、キャプテンスタックのなんかマットとか、あとストーブファンも。あ、そうだ、これ1台目だよね。今は安全ガードみたいなのがついてるのを使ってて、はい、これは使ってないから出してみようかな。あとは薪、薪をなんかね運ぶバッグみたいなやつ、バンドックだったかな。ああそうだ、バンドックの三段ラック、置いてよ下のここに。ああバンドックの三段ラックも、三段ラック使ってない。今キャンピングムーンのさ三段ラック、そうだね、ね、あれ結構使いやすいからそっちになっちゃってるもんね。そうですね、でもこれも結構安かったからね、もともとうちら結構安いものばっかりだからね、まあ、お値段は期待できませんが、これで売れたお金を持ってお祝い、今日は、パートパート、競馬、いや、やったことないっしょ今日はパーと焼き鳥、焼き鳥、串取り、串取りぐらいいけんじゃない、串取り1人2000あったらいけるからね。そうだよね、串取りはいけるね、特需はいけないか、4000ぐらいになったらいいんじゃないでしょうか、サビです。あれ、そういえば
筋肉痛どうなった？いや、やばいよまだゴリゴリにあるよ。あ、朝起きるときどうなの最近は？痛いよ。痛い一回横にこう側外になって、側外になってから、うん、てこの原理を利用して立つかわいそうもうボードは行かないって言ってます。10年行かない。薪ストーブのいい匂いがしてきますね。そして売れるのでしょうかペレ元気だったかペレ、うん、かペグとかすらないんじゃない？いや黄色いペグあんじゃん、プラスチックの黄色い。違うよ、あれ父ちゃんのタープの。あ、そうだ、あれこのペグないね。ない、絶対売れないじゃん。体操変わってる。いや、お久しぶりです。変わりました？いや、ちょっと変わったかもしれない。じゃあ買い取りの方を今日売れるか分かんないものを買ってきちゃった、はい、しょぼいやつでも、はい、もちろんお査定はっていう感じですか？あ、分かった。遠慮なく言ってください、はい、これはさすがにもう査定する前からすいませんみたいな、はい、これもう一個ある。ちょっと今もう一段来ます、はい、さてこれで今日釧路に行けるかどうか決めますパワーッと釧路で、うん金額次第で。そうですね、これがいくらだろうが、これは食べるよね。これは食べます、地域系食べます。ありがとうございます。ケンカレーじゃないの？いや、食べたいよ、うん、これどれぐらいでやってくれるんですか？20分ぐらいあれば。ああ、そんなに早く。へえ。じゃあ予想、皆さんも予想してください。さっき説明したもんね、うん、すごい椅子2つと、このなんかバンドック、この謎のテーブル、武田コーポレーションっていう謎のもう聞いたことないそうですよね。あ、違うですね。聞いたことないです。あれですか？有名な、あ、そうなんですか。ホームセンター界で有名これね、これもともとポール入ってないやつで、ポールなし、ね、そうだね、うんうんうん、なんかそれもバンドックだね、うん、なんかファン、ファン、アマゾン怪しいぞ、あれもあの高かった。ぐらいにしておく。ちょっと予想は。ちょっとこれ。じゃあ当たった方がなんか。聞こえたら変に失礼だから。うんうん、あ、そうかそうか。うんうん、そうね。こっそり予想。こっそりこっそり。あ、大丈夫です。じゃあちょっと。いくらぐらいだ。すごいっすが。15,000円ぐらいしたんだっけ。いや、1万円ぐらいじゃん。1万円だっけ。1,000円ぐらい。うん、俺もそんな感じがする。で、2個だから2000円で、あのタープがもともと2万ぐらいだっけ ?3 万ぐらいだっけ？ 2万ぐらいだと思う。あれ、状態いいけどね。状態いいけど、1000円ぐらいか。いやぁ。いかないか。ちょっと行く。もうちょい行く？ 2000 円。2000円。6000円ぐらいかな。よくて。で、他の商品はもう0円。じゃあ俺いい。2000円全部で、全部でシビアな世界ですね。すごいっす、500円ぐらいな気がする。だってあそこ買い取って売るから。確かに、しかもあんま綺麗じゃないしね。結構ガシガシ使ったじゃん、うんうん、じゃあ私は5000円で、あた近かった方が串取り。いや、串取りはだってこのお金だから。ああ、うん、チーズケーキ。いや、片もみ券。片もみ券ね、うん、肩凝ってないけど券肩凝らない人だ。でも最近筋トレしてちょっとこう凝ってるかも、うん、じゃああれやったらいる？マッサージ感。じゃあ査定終了するまでティータイム、ティータイム。あれ金額が、俺が2000円でケイトが5000円。5000円。皆さんも予想してください。あ、ケイト、深型だ。あ、これが、あ、あ、いいね。
でもそんな極端ではないんだね。サイズめっちゃ良くない？小さめ？めちゃくちゃいいじゃん。あ、でも結構するね。15,000。そうかそうか。かっこいい、軽っ。いや、いいなぁ。かわいい、かわいい。サビワッペン。サビ。めっちゃかわいい。え、これもかわいいじゃん、めっちゃ。かわいいね。俺ちょっとこれ気になってたんだけど。かっこいいよね。あ、サーヤンが使ってるやつ。あ、使ってるよね。そうそうそう。出てきたよね。これかっこいいよね。シャ激しいね、シュが。響いてよ、店内中にシャーって。しかもちょっとタン絡んでるのがあった。タン絡んでるのがあった。あんたやめて。そうやって話誇張するの。悪い方に。普通にこれ私最近さ、やっぱ家具とかインテリアとかプレートにハマってるからさ、うん、こういうの、うわいいね。インゾーネに売ってそう。そうそうそう、素敵。うわ、これもおしゃれ。おしゃれだね。これ何？まな板？カッティングボード？あ、これ福岡のブランドだっけ？どうだろう。かっこいい。ケイト好きそう。もし5000円売れたらこれ買うか。かわいくない？その色味かわいい、ね。うん。雪だるま卒業するか。いや、あれも味わっていいけどね。あ、こういうの欲しかった。いいね。こう小分けになってて、キッチン用品だけってことだよね。うちら今キッチン用品とか、うん、なんかウェットティッシュとかコップとか、なんかそのキッチン周りの雑貨みたいな、うん、なんか一つのカゴに入れてんだけど、そのカゴに収まらなくて2個のカゴになって。そう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 、なんかごちゃごちゃしてんだよね。これよくない？カゴもう一つ必要だねとか言ってたんだけど、でも本当はこういう方がいいよね。なんかレギュラーメンバーはこっちに入れて、あんまり使わないものはあのカゴみたいな。てかこういう小分けになってるの好きでしょ。大好き。2000円なんだけど、しかも。へえ、そうなの。なんかこぼした。またこぼしたの。この間この服にめっちゃラーメンの汁こぼしまくったんだよ。しかもなんか豚骨ラーメン、極サメのすごい色してるね。うん、おじ茶、おじ茶ラテ。いや、うん、絶対美味しいだろうなと思ってたけど、うまいね。それはこれ作り方聞いてくれなかった。え、待って、今まで飲んだほうじ茶ティーラテで一番うまい。マジマジ。あれ、これは聞けたんだっけ、レシピ。いや、聞けてない。これまだ聞けない。ちょっと飲ましてよ、俺も飲みたい。待って、マジでうまい、マジでうまい。え、あ、でも香りすごい。待って、香りからそれ、お、え、あ、きなこ餅食べてるみたい。あ、え、めっちゃ濃厚、ほろ苦めの甘さちょうどいい感じのきなこ餅みたいな。そう、こわ、やばくない？どうやって作るのこれ。いや、これ家で作れたら最高だね、うんうん、めちゃくちゃうまい。引き出すか。美味しそう。いただきます。これ新しくなったんだって。食べて初めて食べるね、うん、新メニュー、パキスタン風カラバトカリーみたいな。あ、確かにね。食べたことあんだっけ。カラバトカリーあるよ。カラバトカリーってなんか有名なカレー屋さんだよね、札幌に。ね、すごい。最近できたんだっけこれ。そう、いただきます、うん、めっちゃうまい。何これ。チキンほろほろになるまで煮込んだって書いてあった。めちゃくちゃうまいこれ。え、これ作りたい。聞いてきたらレシピ。いよいよ出来になるよ。うん、フライドガーリックもめちゃくちゃいい。めっちゃうまい。え、これ作りてと。ケンはカフェラテと、うん、私は伝説のチーケンも頼みました。今日食べる？食べるよ、うん、これめっちゃうまい。結構辛め。うまいっしょ。え、これめっちゃうまくない？うまっ、めちゃくちゃうまい。あ、辛めだけど、うん、最近したら結構スパイス系好きだ。好きだね、うん、めっちゃいいね。なんかこの辛みが辛めだけど、なんていうんだろう、辛いの好きじゃない人でもいける辛さじゃない。うんうん、うまっ。うまいよね。これレシピ聞くか。これレシピ聞こう。どう？うまい？安定？チーズケーキ屋さんじゃないよね。
チーズケーキ専門店のケーキ食べたじゃん、この間。うん、いやあれも美味しかったけどさ、うん、まあ、チーズケーキ専門店だから。え、なんだっけ、ミスターチーズケーキじゃなくて丸山のさ。ああ、あそこね、めっちゃ美味しかったけどさ、うんうん、なんだっけ名前、ドルチェドサンチェ。そうだ、めっちゃ美味しかったけど、うん、チーズケーキ専門店だからさ、うん、チーズケーキに力入れてるの当たり前じゃん、うん、ここはキャンプギアショップ。確かに。で、この地域はレベル高すぎる。チーズケーキ専門店できると思います。貧乏臭いね。ここの残った、あんたこれ持ってないよ。あ、ほんと、すいません。メープルローズショットだけ。あー、いいんですね。いいっすよ。岩見沢、いや、岩見沢の奥っすね。あと、アッシュ別のスターライトホテルとか。へぇ、しかも岩見沢のにできたほのかがやばい。ほのかやばいらしい。え、行きました？行きました。全部行ってる。え、あそこ行きました？キトロン。はい、行ってないです、ね。あ、キトロン気になってるね。知ってます？知らない。東川町にできたサウナ。東川は暑いっすよね。ブランド化してますよね、もう。で、僕ら行ったことないですけど。行ってないけどね。岩見沢ホノカすごいっすよ。え、最近ですよね、できたの。そうっすね。早いですね。めっちゃサウナの話盛り上がってる。、うん、みんな好きなんだね。さて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 、いくらだったんでしょうか。渡辺さん、そのリオリのすごい人なんですけど、はい、あの、私の誕生日にケンがプレゼントしてくれたもの金額あげようとして売るんで、なんかその思い出のなんか付加価値みたいな。もうちょっと時間ください。そういうサービスはありません。ありませんので。ありません。いや、どうだろうな。結構ガチでやったので。あ、ガチでやった。それ忖度なし。え、ちなみに買い取りできなかったやつとかはあるんですか。まあ、今回はないですね。え、武田武田コーポレーションももちろんです。嘘でしょ。そうなんだ。コーポレーション僕全然知らなかった。え、存在しましたよね。いや、存在したんですよ。で、あの、中古市場というか、にもちゃんと、あの、流通してるものだったので、お値段をつけていくことができました。まさかの。これは高額になる可能性ある。出ました。え、めっちゃ緊張してたんだけど。こういう感じなんだ、こういう感じ。全部で今回9点ですね、お査定させていただきまして、合計金額がこちらに。え、嘘でしょ。え、はちょっと待って。え、今回頑張らせていただきました。でも、あの、本当忖度とかなしに。え結構いいお値段じゃないかなとは。よすぎ。え、ちなみにいくらぐらいの予想でした。県の予想が2000円で、私が5000円で、いやいや、ないでしょって。結構使っちゃったんで。あ、まあ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 、すごいっすが金額的にはいいかなと思って。すごいっすが一番お値段で言う、あ、単体で見たらタープが一番高い。あ、タープですか。あのタープはそんな使ってないよね、実際。3、4回しか使ってないか。こちらです。え、すごい。マジで。これは面白い。え、じゃあ私、あの、土鍋買っていい。買っちゃうか、姫。ハイム。ハイム。恥ずかしい。田舎もんみたいな感じになってる。やばい。やばい。ハイムなの。ハイムでしょ。ハイム。恥ずかしい。すごい。すごい。どうする？まあ、この中から一応、あの、お値段一つずつお付けしたので、はい、ご納得いただけるものだけお買い取りさせていただく形なので。あ、はい、もう全然、はい、全部お願いします。あ、 あれ名残惜しさとかないの？大丈夫？早く。え、まずはみんな一回ここ来た方がいいと思う。これなんか、うん、え、これお金かかったりはしないですもんね。無料です。無料査定。はい、まあ、状態によってやっぱり、あの、同じ状態の商品ってないので、そこでやっぱり多少の差はついちゃうんですけど、ね、今回は状態はちょっと良かったですね。意外と綺麗に使ってますね。綺麗に使えばまた売れるんだね。嬉しいね。うん、綺麗に使おう、うん、そうだ、あれも査定してもらおうって。いい、あれ、うん、あれいい、あれいい、
え、渡辺さんにちょっと査定だけだったら、査定だけだったらいいですか、はい、あ、ちょっとじゃあ 何かにもよりますけど、あれちょっとほら、じゃあ俺取ってくるか。実は恥ずかしくなって出すのやめたやつが一個あるんですけど、ちょっと濡れちゃった。テントです。僕らの動画の初期に、あー、見たことあります。嫌いなってったテントこいつね、ちょっとお査定だけしてみますか。書いてた。どこのテントだったんだ。これどこなんだ。キャプテンスタック。え、キャプテンスタック。そうだよ、そうだよ、確か。そうそう。え、これはさすがに。これは。ちょっと待ってください。まさかの追加査定以来。ちょっと、お値段出ましたって言われたんだけどさ。ちょっと。値がついたのかどうかっていう。めちゃくちゃ状態いいですよ。ほとんど使ってないぐらい。状態いいんだ。結構いいと思います、ね。え、渡辺さん大丈夫ですか？なんか全部全部状態よく見えるとかじゃないですよ。優しそうだからね。一応こちらが1点で1500円です。え？マジ？マジ？でこれもご一緒にお売りいただけると今日で2万5000円ですね。全部で。どうしてこれ思い出のペレ。これ売れないと思って冗談で持ってきたからね。冗談で出したんだけど売れちゃった。本当は一番使わないんだけどさ。思い出でしょ。思い出、うん、最後にこれで一回寝とかなくていいのかみたいな。そうね、そういうことでしょ。そう、ね、すごい、マジで。え、1万超えすると思わなかった。てか2万超えか、すごいな。私たちサビの回し物ではありません。ありません。これなんかこれマジこれリアルガチだよね、うん、そう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 。昨日決まったもんね。あの買取じゃあ行こっかみたいな感じの軽いノリで来ちゃったらこんな高く売れちゃった。すごすぎる。何を持ってくるかも何も知らなかった。そうですよね。武田コーポレーションさんの絵を買取金額23,500円になります。あー来た。結局あのペレは売りませんでしたので、はい、ペレはね持って帰ります。こちら、夢じゃないよね、こんなに。え、マジで鹿の湯一泊できる。できるできる。一泊1万のえ、うわ、ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。でしてよかったね。あ、で、これを持ってちょっと予想以上だったので、うん、ツールボックスじゃねえや、なんていうのこれって。コーヒーバッグって名前なんだ。コーヒーバッグなんだ。あ、でもシャラカップとか入れてもいいですよ。あ、もちろんです。整理整頓したいのでこれ買います、はい、ちょっと、最後一ついいですか。はい。ほうじ茶ラテのレシピとかって聞けないです、はい、レシピはまあこっそりだったらいいんだ、いいんだ。カレーのレシピもいいですか。カレーはちょっと難しいですよ。カレーはかなり仕込みも時間かかっちゃうんで。いや冗談ですよ。絶対教えてくれないだろうに聞いてみようって。ほうじ茶ラテチーズケーキはいいの。チーズケーキをもう、じゃあチーズケーキはちょっと企業秘密。すいません。ありがとうございます。ということで23,500円でした。やば、すげえ。え、俺てか2000円って言ったけど2000円以下だと思ってた。私なんか全部はないけど、あ、なんかあの その他の人たち返されると思ってた。なんか、うん、いや俺も、うん、すごいっすとジョンくらいかなと思ってた。マジで。なんか今買い取り強化期間なんだって。最後に、うんうん、最後知ったんだけど、なんかキャンプがオフシーズンだからってこと。今からこういうところに来る人も少ないから。あ、そういうことなのかな。買い取りも少ないみたいな感じの。なんか買い取り強化期間だから、なんか今強化してるって言ってて、うん、それもあったのか。え、どうしようこれ。サウナ行く。こんな嬉しいことある。いや、はい、サウナ行くか。サウナ行きましょう。打ち上げあれだね。本当に大事に使って。でも買い替えたい時はいつか来るじゃん、キャンプギアとかも、うんうん、だから買い替えの時はまた売って誰か違う人に使ってもらうとか、うん、いや、めちゃくちゃいいよねそれって、うん、うちらも結構中古品とか全然抵抗ないタイプじゃん。そう、さっきも聞いたんだけど、モーニンググローリー中古でありませんかって聞いた、ね、まあなかったから。モーニングローリーは買い取りした瞬間にすぐ売れちゃうって言ってたよ ね、うん、だから全然中古でいいと思ってるじゃん正直、うんうんうん、だから
そういうので回していけたらなんかいいよね。いいね、うん、面白かった。すげえ面白い。なんかテレビ番組かと思ったんだけど、なんかあのなんだっけあるじゃん、買取の家から出してきた古い切手みたいな試してが鑑定団。そうそれ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 あれ並みの興奮だったんだけど、ゼロ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 100万みたいな。しかも渡辺さんもさ、うん、今日突然来たのに、うん、なんかはい金額出ましたとか言ってなんか寄せてたよね。ちょっとさ鑑定団に寄せてたよ、ね、ちょっと発表までためとかなんかやってくれって勝手に出演させられて面白かったね。いや面白かったね。サウナの話も盛り上がったし、渡辺さんはサウナのプロらしい。サウナでテレビ番組とか出演してる、出演してるらしい。ちょっとあれだね、いろいろ聞けると思います。このキャンプシーズンちょっとオフのこの時期にキャンプギアショップに来て店員さんといろんな話情報を交換するっていうのは楽しい。いいかもね、うんうん、はい、いやいい日でした。いいでしょ。ちゃんとペレは売らなかったよ、うん、ごめんなペレ。ペレ怖かったか。売られる子と思ってペレで最後ちゃんとキャンプするもんね。うん、今年はやりますペレ。なんか初期のギアを使ってキャンプみたいなのをちょっといいね、面白そうだね、やってくださいってひぬまさんからリクエストもらったから面白そうだなってやろうと思ってます。うん、うん、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。あ、嬉しいんだお前らも。あ、そういえばさ、明日から雪祭り始まるんだ。でそこに四つ葉牛乳エリアみたいなのがあるんだよね。あ、そうなの。そこに行きたいの私。あ、行く？いいね。次の動画は雪祭りになるかもしれない。雪祭りやっぱ一回は行きたいよね。ね。うん。さあ、じゃあこのお金は私がもらっておきますと。何に使うのあんた？何に使うの？私が預かっておきます。二人のお金だぞそれ。うん？うん？話聞いてんの？Oh.